はい、皆さんこんこにちは GSR の日高です、えー、今日もですねフィリピンのニュースレポートを、えー、お届けしたいと思います。6月の第2回目となりました。えー、今回、ですねこういったトピックでお届けしたいと思います。 はい、えーまあ、いつも通りですね、コロナの、えー、感染者の状況、ワクチンの接種状況ですねについてお話をしたいと思います。その後ですね、失業率の話、あと海外送金ですね、増えましたよという話題とあとインフラですね、インフラの工事が、えー、と順調に進んでますという話をしていきたいと思います。あとその他でっ、ねえー、と最近のですね、企業の、えー、トピックなんかですね、お話をしていきたいと思います。 はい、えー、それでは行きたいと思います。まずですねコロナの感染状況になっております。6月20日までの、えー、データになっております。フィリピンですね、感染者数が、えー、130、えー、約6万人になっております。はいで亡くなった方ですね、えー、2万3621人となっております。死亡率が1.7%、えー。死亡率なんですが、これは引き続きですね世界平均の2.2%よりも低い数字となっております。 でえー、と感染者の、えー、と推移なんですけれども、実はですね感染者が、えー、こちらですね、ごめんなさい先にフィリピンの感染者の推移なんですけれども、一、えー、時ですね5月前後ぐらいですかね、ぐっと、えー、1万1日あたり1万5000人とかですね記録する日もありましたけれども、その後ですロックダウンを強化した、えー、効果もあって、ですね少しずつ数が落ち着いてきました。えー、最近はですね1日あたり 感染者数が5,6,000人ぐらいいで落ち着いております。えー、マニラの方はですね、だいぶ感染者中でも落ち着いておりまして今少し、えー、増えている数が多くなってきているのはミンダナオ,方ダナオです、ね、の方とかが増えているという,ふうな話になっております。でこの間ですね、えー、とフィリピンは、えー、落ち着いているんですけども他の東南アジアの国です、ね、の、えー、感染者が実は増えてきております。でこれ左上からインドネシア、左下がベトナム、右側がマレーシアですね。これれ感染者のななんですけれども、えー、ご覧になってわかる 通りですねえっ、ー、とどの国もですね、えー、ここ最近、感染者、えー、1日あたりのが増えております。でインドネシアはです、ね、1日あたりの感染者数が1万、えー、1000人ぐらいとなってます。で人口がですね 2, 万、えー、2億7000万人ぐらいいますので、はい、だからちょうどですねフィリピンの感染、えー、フィリピンの人口1億人ぐらいですので,で、フィリピンが5000人ぐらいですね。なので、まあ、2倍すると1万,1万人ぐらいになっておりますので。まあ 感染者数率ですね。感染率というと、インドネシアとフィリピンが今同じぐらいなのかなという形になっています。で気になるのはおそらくマレーシアだと思います。で、1日あたりの平均的な感染者数というのは5,500人となっております。で、マレーシアはです、ね、人口が、えー、3,000万人ちょっとぐらいの国なので、この5,000万人、3,000万人に対して1日あたりの感染者数5,000人というのは非常に多いのかなと思っております。で、ベトナムですね、これ、ぐっとですね急激に増えているんですけども、ただ1日あたりのですね感染者数というのは400人ぐらいになって で人口がですねまあ、フィリピンと同じぐらいに1億人なので、えー、フィリピンの5000人と比べると、まあ、えっ、ー、と増えているとい,いえです、ね、ベトナムは、えー、1日当たりの感染者数というのは400人ぐらいなので、数としてはそんなに多くないのかなと思います。ただ、ですねえっ、ー、とコロナですねこうぐーっと感染増える可能性がありますので、えー、できるだけですね早期で、えー、ベトナムはです、ね、ずっと、まあ、去年もそうなんですけど、ほとんど感染者を増やさない。 でですね、1年間やってきてこれてると思いますので、ここで,です、ね、増えないようになってほしいなと思います。はい、でですね、移動状況ですね、移動状況につきましては、あまり変わってないんですけども、ただ20%ぐらいですね、コロナ前とマイナス20%ぐらいなので、ほぼほぼ変わらないぐらいの水準にまで戻ってきております。 はい、で続いてワクチンの接種状況になります。これいろいろ書いてあるんですけど、どこを見た方がいいかといいますと、ここですね、えー、ワクチンを打った数ですね、6月20日ぐらいまでのデータになりますかね、なんですけど、6月20日ですね。はいでえー、と今のところ、6月20日現在で、えー、ワクチン接種した、ワクチンを打った回数が840万本になります。えー、うちですね2回目も打ったよという方は200万本、200万人というふうになっております。うん でフィリピンですね、今のところ、これらのですねワクチンが承認されています。1、3、4、5、6、7個ですね。で、うち、えー、フィリピンにワクチンが届いているものというのはファイザーとアストロゼネカ、シノバク。 えー、あとはこれスプートニク V というロシアのワクチンが、ね、届いています。おおよそですね、これ全部足し合わせると大体1500万本ぐらいですかね、フィリピンに入ってきておりますで1500万本のうち半分ぐらいがですね、す、え、で、ー、に、えー、接種されたという形になっております。でワクチン拒否は逮捕っていう、これ話題なんですけど、ドゥデルテがですね、ワクチンを打ちたくないという人も出てきておりますので、そんなやつは逮捕するぞっていうのはですね、えーまあ、いつものドゥテルテ節なんですけれども、まあ、こんなこと言ってるもんですからですね、今また、えー、とこう1万本。 面でですねこういう話題が上がっておりました。ただ、実際にで,はですねこれ逮捕できないみたいです。当たり前だと思うんですけどもね。はいあの多分法改正をしてなんかいろいろやらなければいけないと思います。むしろ憲法改正かもしれないんですけども、はいそのレベルだと思います。で、まあ、いずれにしましても、これ、接種拒否は逮捕って言ってるんですが、これは無理です。ただ、そのくらいの気持ちでともう全員打ってくださいねっていうお願いをですね、ド、え、ゥ、ー、テルテのフィルターを通すと、このような発言になっていくということなのかなと思っております。 はいでまあ、今ねご覧になっているようにですねあのドライブスルーみたいな環境、アメリカとかですねよくありますよね、あのあの車で乗りつけて、でそこであのピゅッと、えー、接種していくという形がフィリピンでも取られています。それ以外にも、ですねこんな形で,ですねワクチン接種の様子なんですけれども、左なんかはですねこれドライバーさんですね、えー、とグラブっていうですねウーバーイーツみたいな方です、ね、が、えー、こう並んでるですね。あのまあバイクを をこう押したままですね、接種改造に入っていって、さっきみたいにですね、ドライブする感覚で打っていくということが今行われています。あと、ですね、ボールの中に特殊改造を作ったりとか、あとは経済特区の中でもですね、ワクチン接種というのが始まっています。で、日本人の方もですね、最近、ツイッターとかで、えー、とフィリピンにいらっしゃる方で接種しましたよという形、フェイスブックなんかでもですね、えー、あの アナウンスしている方がいましたので日本人の方もあ打ててるんだなぁと思うとちょっとびっくりしました。はいで 続きまして、ね、外出規制制限ですね、6月の14日に発表がありました、えー、と6月16日からです、ね、6月末までの体制が発表されまして、えー、GCQ、ねえー、という段階なんですが、GCQ、えー、フィリピンです、ね、でもともと4段階あってです、ね、ECQ、MECQ、GCQ、MGCQ って4つあるんですけれども、えー、と一番厳しいのが ECQ ですね、そこから、えー、上から3番目、下から数えて2番目の、えー、と段階に来ております。 でただこの GCQ なんですけど、GCQ の中でもなんかいろんな区分けが今されてるみたいです。はい、でちなみにマニラはですね、えーと、一部制限付き一般貿易措置、GCQ って書いても、ちょっとあのその違いっていうのは私もちょっとよくわからないんですけれども、はいまあ、いずれにしまして、ちょっとこう、1段階緩和されて、えー、まあもう少し,少しずつ動きやすくなっているといった状況になっております。 はい続い続て海外の送金受け取り、3年ぶりに大幅増ということですね。これ、グラフ見ていただくと、2021年4月にですねポンと上がっております。で、23億ドルですね、1ヶ月あたり、だいたい2500億円ぐらい、海外からフィリピンに送金がされたというニュースが上がっております。フィリピンはですね国民の10%、約1000万人がですね海外で移住してたり、ですねあとは期限付きで OFW みたいな形で。 オーバーシーズフィリピンのワーカーというその OFW というんですけれども、1000万人の方がまあ永住内い OFW、e、という形で海外で働いたり、永住をしたりして、そこからですね、本国、フィリピンに送金をしております。その金額が非常に大きなものだったので、まあ、フィリピンの経済の下支えをしていると言われております。で、これ、右の写真を見ていただくとあの、いろんな形でですね、あの海外でフィリピンの方活躍していますで。特に多いのは看護師さんとかですね。 はいえー、例えばですイギリスで、えー、ワクチン接種1号の、えー、ワクチンを打った方ですね、看護師の方なんですが、ね、これもフィリピン人だったりしております。はいえー、とそうですね OFW の,の方が、えーとまあ、現地での雇用が再開したりとか、ですねあとはフィリピンから海外に、えー、また OFW が行けるようになったということで、えー、この,辺のですの、ね、海外送金が増えてきてるんじゃないかなということが分かります。 はい、で失業率ですね、依然高いままとなっております。今ですね、成人の方1200万人ぐらいが失業していると言われております。えー、と働ける方が大体7000万人ぐらいいるので、えー、本当にですね25%とこう書いてあるんですけど、25%が失業しているような状態になっております。でこれ SWS で ステーションズっていうです、ね、民間の調査会社が発表なんですね。で、これ右側がですね、これ政府発表なんですけど、まあ、民間の発表と政府発表でちょっとだいぶ違いがあるんですね。まあ、どっちを信じてやればいいんだっていう形ではあるんですけれども、えっ、ー、とまあ、おそらく私はおそらくこれ SAWS、こっちの方が割と、えっ、ー、と、なんだろうな、えー、本当の数字に近いのかなというふうに思っております。はい、結構たくさんの方がまだまだ失業しているといった状況になっております。 はいまあ、ただです、ね、先ほどの話もあったように OFW からのです、ね、海外送金というのが増えているということで、まあ、あのフィリピン国内のです、ね、雇用ができなくてお給料もらえないという方もです、ね、海外の親戚とか、えー、兄弟の誰かとか家族が誰かに行っているということで,ですね海外からの送金があればなんとか、えー、と暮らしていけるとかっていう状況は、えー、起きているのかなと思っております。 はい、で、えっと、インフラですね優先事業、えー、がですね119プロジェクトあったうちの40プロジェクトがですね完成しましたという話ですね。ド、え、ゥ、ー、テルテ大統領になってから、歴代大統領にですね約2倍から3倍ぐらいの予算をですねインフラ事業につ、えー、ぎ込んでいます、ビルドビルドビルドっていうですね建てる建てる建てる建てまくるというですねプロジェクトなんですけれども、えー、そのうちのですド、ね、ゥ、えー、テルテ大統領になってから119プロジェクトが走っているうちに40プロジェクトができましたと。 えー、2020まで2022年までにで,す、ね、できるという話になっております。はいでまあ、次ので、ねえー、政権がですねまた引き継いでこれらを完成させていくんじゃないかなという話になっております。えー、その中でも一つ大きなプロジェクトですね、新マリナ国際空港ですね、マリナから北に30キロぐらい行ったところですね、50キロぐらいかな、行ったところに、えー、新しくですねフィリピンの国際空港というのが、えー、作りますで。これがですねいいいよいよついに 1>, え1年ぐらい遅れたんでしょうかね、8月に工事着工する見込みというニュースが出ております、これ、サンミゲルというです、ね、ビールの会社、インフラ会社なんですけれども、ここが作ります。 1.5兆円ぐらいいかけてて作っています、はい、これが8月に始まりますよという話とです、ね、あとサンミケルの話題で言いますと、こちらですね、パシク川という、ですねこれ右の写真見ていただくと、マニラからずっとですねこれ湖なんですけれども、ここまで繋がっているです、ね、パシク川という、ですね、えー、このマニラをですねこう横,横切ってる、横断しているです、ね、川があるんですけども、この川をきれいにしていこうという、このプロジェクトも始まっています。非常に汚い川なんですけれども、はい、これがきれいになると、ですねまさにリバーサイドビューのですね、まあ、きれいな、えー、川が見れ,見れるようなんですね。 えーまあ、コンドミニアムなんかにです、ね、住むとですね非常にいいのかなと、えー、そのふうに思っております。はい、えっ、ー、とあとですね、この ICC 捜査要請ですね、ICC、えー、とっていうのはですねえっ、ー、と国際、えー、と国際刑事裁判所っていうのがあって、ですねこれフィリピンが今ですね、えーと 結構こう批判の的になって,いてです、ね、ニューヨーク・タイムズとかですね、あと BBC とか見ていただくとですねあの、最近フィリピンの話題が出てきてですね、この話題で結構フィリピンが登場することが多いです。これ何かと言いますとドゥ、えー、テルテ大統領になってからですね、この右上のですね、ワー・オン・ド・ラックという麻薬戦争っていうのをしてですね、えー、麻薬にかかる方々がですね、たくさん、えー、亡くなったと、えーまあ、殺された。 えー、ですけれども、えー、と一応警察官、えー、政府発表では6000人とわれているんですけれどもで、実際にはです、ね、何万人という方が、えー、このワン・オン・ドラッグ、麻薬戦争で亡くなっていると、右下の写真は,です、ねこれはですね、旦那さんがです、ねえー、警察官かな、あちょっとこのか今回の,その麻薬の、えー、捜査か何かで、えー、亡くなって、えー、それをです、ね、奥さんが抱きかかえているというです、ね、非常にこれ有名な写真なんですけれども、これ象徴するようなです、ね、ワン・オン・ワーオンドラッグをです、ね、象徴するような写真なんですけれども、はい、見たことある方もいらっしゃると思うんですけれども。まあ いずれししましてはこれがですね、諜報的な殺人なんじゃないかということで、えー、とその ICC からですね、えー、批判されていて、まあ、これをですね、捜査するぞという、捜査要請というのが入っていると。はい、というニュースですね。これは結構国際的にも批判の的になっているということになっています。はい。あとちょっと企業情報ですね、コンバージっていうですね、えー、とインターネットの通信会社ですね、回線の会社なんですけれども、えー、これがですね、 えと20来年ぐらいまでにですかね、セブンにデータセンターを作りますよという話になっております。はい、で結構株価もです、ね、ずっとこう上がってきてます去年ですかね、えー、と上場して、えー、その当時では最大の IPO と言われていた案件だったんですけれども、上場後にです、ね、株価がぐっと下がってしまったんですけど、そこからです、ね、持ち直してです、ね、今、だいぶ上がってきているということで、右側にです、ね、株価の推移にです、ね、ちょっと図も載せさせていただきました。 はい、あと、ヤクルトですね、日本のヤクルトの話題ですね、フィリピン、ヤクルト大人気なんですけれども、えー、これがですね、えー、と去年の2020年で、えー、結構本数、販売本数は実は増えたみたいです。2倍,2倍から3倍ぐらいだったか確か、そうですね、えーと。いずれにしますと、すごいこうヤクルトが飲まれたみたいですね、去年ですね。であのコンビニなんか行くとですね、これ、1本単位で売ってます。 でえー、とヤクルトがですね民ナを今、工場が一つあるんですけどこの2つ目を作ってですね、えー、プラス70%増産できる体制を整えようという話になっているというニュースが出ておりました。はい、フィリピン1億人いてですね 人口が1億人いて、えー、もうちょっと1億2000万人ぐらいいるんですけれども、えーまあ、若年層ですね、平均年齢23歳の若い方ばかりですので、うこういったですね、彼らの胃袋を抑えるビジネスというのはです、ね、これからも伸び続けていくと思いますので、非常にチャンスが大きいかなと思っております。はいあと最後にです、ね、G キャッシュというですね、えー、っと あの電子決済のです、ね、会社ですね、あやら系の、えー、電子決済の会社なんですけれども、えー、これがですね今回のコロナで外出できないと、あとはもしかお金をあまり触りたくないというです、ねえー、ことから、ですね非常に電子決済の利用率というのが増えております。で、えー、と今回です、ね、G キャッシュが IP o するんじゃないかと、IP o しますよと、えー、こういった話題も出ておりましたので、えー、フィリピン、今年に、ね、入ってからですね結構 IPO の数も増えていっています。 ですけれどもはいこの G キャッシュがです、ね、また IP をすればですね、えー、と非常にあの面白いあの株だと思いますので、えー、これはですね弊社が、えー、今あの株の、えー、情報配信などもやっておりますのでこの辺りでもです、ねえー、またアナウンスできたらいいなと思っております。はいというわけで、えー、と6月の2回目のですね 現地のレポートをさせていただきました。はい、というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございましたのでしたた GSR ので